はいどうも、C が2つに HI、どうもラッチステーションです。今日は、ビデオブログヨーヨー練習2日目ということで、ブレインツイスターコンボをやっていこうと思います。はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ラッチステーションです。今日はですね、JN2020 ヨーヨー全国大会ですね。それを見て、ちょっとかなり影響というかね、触発されて、ヨーヨーの練習にも一層皆さん熱が入っていることと思います。まあ、かくいう私もね、まあ、そのうちの一人でありまして、まあ、早くああいう風な、かっこいいね、プレイができるようになりたいなと、日々思っています。音ハメがね、綺麗にパシッとできると、まあ、いいですよね。ということで、まあ、ブレインツイスターコンボの方も、リズムを大事にしていきたいですね。全体の、リズムっていうか、流れを阻害しないように、よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8と、いうふうにいきたいものですが、今のは、違いましたね。失敗しましたね。この辺から、ブレインツイスターコンボ、まあ、基本の形っていうか、一番簡単な形のブレインツイスターコンボ、なんですけれども、2回、ブレインツイスター2からの、外側に回して、っていう形ですね。この形じゃなくてもっとね、いろいろ複合できるよなっていうことを、まあ、そういう風にコンボって作っていくものなんですけど、考えて、ブレインツイスター2を3回連続でやったりとか、まあそういうね、ちっちゃいアレンジからどんどん加えて、オリジナルの技を作っていけたらいいなというふうに思っていますね。1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12と、まあ均等なリズムで、あっとここでビデオ確認ですね。ということで、戻ってまいりました。あれですね、JN の、フリースタイルとかを見ていていろいろ思ったんですが、やっぱり笑顔でプレイするっていうのは大事なことだなっていうふうに思いましたね。クールに技を決めていくっていうのも大事なんですけど、やっぱりまあ自分の場合はね、楽しそうにヨーヨーやるって、まあ、そうですね。まだ技術がそんなに高いわけでもないんで、まあ最優先として、まあパフォーマンスを やりたいというふうに思う以上は、笑顔、まず笑顔でやる、ヨーヨーやるっていうのを自分の目標にしていきたいですね。集中っていうか、そうですね。集中に気を取られすぎて、口元がね、硬くなってたり、ちょっと目が怖い感じになっちゃったりしがちなので、まあ、そういうことないようにしていきたいですね。できればね。まあ、そういう意味で、こういうビデオブログで自分の、まあ、プレイ中どうなのかっていうのを確認して、なんかめちゃくちゃね、バインドで失敗してますけども、そういうのも確認していきたいということで、こういうビデオブログを撮ってます。ブレインツイスターコンボは、縦系の技なので、技でまあ、特に一番自分で気をつけなきゃいけないなっていうふうに思ってるのは、最後に、ブレインツイスター2を2回連続からの、外側に回すとき、ヨーヨーの軸を、同一の平面上で、ヨーヨーを動かさなきゃいけないなっていうのはすごく感じていて、上の外側に回すっていうだけで、ヨーヨーが回転してる平面が、自分の中央から若干右にずれると思うんですけど、まあ、そうなると、やっぱり、ヨーヨーの傾いて、スリープロスをしてしまうっていうことがあると思います。まあ、それをね、できるだけ避けていきたいですね。体の方を動、まあ、対策としては体の方を動かして、ヨーヨーのスリープロスを防ぐっていう方法。同じ平面上でヨーヨーを動かすっていう意識が大事だと思いますね。そうですね。あとは、手の動き。手の動きっていうか、まあ、手の置く位置ですね。ブレインツイスターコンボをやるときに手をどこに置くと一番かっこよく見えるのかっていうのは、
ちょっとまだそこまで意識が回ってないですね。糸に、乗せて、まっすぐ回すっていうことが、最優先で、手を置く位置が二の次になっちゃってるっていう印象はあります。指はできるだけ閉じてね、見栄えの邪魔をしないようにっていう、余計なオブジェクトを出さないようにっていうのは意識はしてるんですが、右手が若干上がり気味なのがちょっと気になるかな。そこをもうちょっとね、回転するときに、右手下目で、上の方で、左手を中心にヨーヨーが回ってるっていう方がかっこいいんじゃないかなっていうふうに、個人的に、どうだろう。まあ、他のちょっとお手本のね、動画とかを見ながら、参考にしてやっていきたいですね。で、はい、はい、悪くないね。あ、そう、ここからね、ジッパー、自分のジッパー、初めて見ましたけど、初めてビデオに撮ってみましたけど、意外と悪くないですね、形としては。まあ、2回目からがあんまり続かないから、もう、要練習って感じだと思うんですけど。あ、やっぱジッパーはギュンギュンってなる、ここはかっこいいですね。まあ、同じ、なんだろう、円の半径が途中で変わっちゃってるんで、まあ、そこは要練習って感じです。ブレインツイスターコンボから、ラスイチいきます。ジッパーにつなげるっていうのもありですね。あ、ラス1ですね。はい。じゃ、綺麗に決まるんでしょうか。はい、綺麗に決まりました。じゃあ今日はこれで終わります。また明日。バイバイ。